富山の堀行動です。今回は1万円分の商品券がもらえるということでお話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで富山県在住の一人親家庭を対象に富山県内のスーパーで使える1万円分の商品券を配布する一人親家庭支援事業を富山県が行っています。ということでこちらがですね、特設ウェブサイトになります。はい、ということでですね、対象者は、富山県在住で高校生までのお子様を持つ一人親などシングルマザー、シングルファザーなどの方が対象となります。こちらのね、対象商品券と、ありますけれども、ご覧のスーパーで使えるそうです。申請できる期間は11月11日水曜日から2月10日水曜日までとなっています。1万円分の商品券をもらう方法についてはこの特設ウェブサイトから申請します。で、郵送でも申請できるんですけども、このウェブ申請が一番簡単かと思います。はい、ということで申請方法について画面をご覧いただきながら説明したいと思います。はい、ウェブでの申し込みはこちら申請フォームを押します。はい、ということで、申請フォームがですね、出てきましたけども、このフォームから申請できるのは児童扶養手当受給資格者または一人親家庭など医療費受給資格者になりますと書かれています。はい、で、今回ですね、一応例として、僕の、名前ですねで、入力してみたいと思います。僕、堀行動っていうので、堀行動ですね。で、振り仮名、カタカナ、カタカナで振り仮名、堀行動ですね。はい、で、郵便番号なんですけども、まあ、このね、例の、例のものですね、1234と、一応とりあえず、書いておきたいと思います。まあ、〇〇町とかね。はい、で、2の、14とかですね。で、北日本新聞社ビル3階という中ですね。で、入力していきます。で、電話番号もですね、例と同じような感じですね。で、メールアドレスは、僕のメールアドレス書いておきましょうか。で、希望する、スーパー、商品券、一つにチェックしてくださいとあるんですけども、あらかじめ、そのスーパーを決めておかないといけないっていうことですね。堀行動が、よく利用するっていうかね、一番、利用するかなっていうところ、今回とりあえず、一応例としてね、チェックしてみたいと思いますけども、大阪屋ショップですね。大阪ショップが一番、僕利用するかなっていう感じなので、今回、一応例として、大阪屋ショップグループを、ポチッとしました。マックスバリューでもいいんだけどね。僕ちょっと個人的なことになっちゃうんで、あれですけど、マックスバリューか、大阪屋ショップかですね。それは、どうでもいいんですけどね。はい。ということで、希望するスーパーをチェックしてください。で、制約、同意事項ですね。いろいろ書いてありますけど、ここ、全部チェック入れるということですね。はい、で、この下の必要書類画像なんですけども、これ2つ、アップロードしないといけないそうです。はい、で、1つは本人確認書類。で、もう1つは要件確認書類ですね。この2つになるそうです。で、まず、本人確認書類に関しては、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート、マイナンバーカードなど、ということになっています。で、健康保険証の画像を送付される場合は、保険者番号及び非保険者等番号、記号番号ですね、記号番号を見えないようにしてください、と書かれていますね。はい、で、要件確認書類、児童福
扶養手当証書、児童扶養手当支給停止通知書、一人親家庭など、医療費受給資格者証のいずれかの画像、括弧受給資格者名や有効期限、通知日が分かるようにしてくださいと書かれています。まあね、これらの、その書類をスマホで写真撮って、で、アップロードすればいいのかなと思います。なんか特別、スキャンしないといけないとかっていうのはおそらくないんじゃないかなと思います。まあ、最近よくあるね、その免許証の写真を撮って、で、アップロードしてくださいっていう、あれと同じだと思います。おそらくそうだと思います。で、必要書類画像をアップロードということで、書かれています。で、ファイルを選択ですね。それぞれ選択して、で、それぞれの、例えば運転免許証、これが運転免許証だったら、運転免許証のところにチェックですね。で、これ、要件確認書類だったら、児童扶養手当証書、例えばね、児童扶養手当証書をアップロードするんだったら、ここをポチッと、選択していただくという感じです。ということで、これらをね、入力して、で、入力内容の確認のボタンを押します。で、今回、僕、その、僕はシングルファーザーではないので、今回、あくまで例として、僕のね、ホリコードとかね、名前を入力してみましたけども、対象者の方はこのままね、入力、終わって、で、入力内容の確認を押していただくということになります。で、おそらくその次の画面っていうのは、その入力した、ね、入力した内容の確認で、おそらく一番下のところに送信とか、申請とかっていう、ボタンがあると思いますので、それを押したら、申請が完了するというような、感じです。よくある申請フォームだと思います。ということで、お問い合わせ、とかね、ありますけども、なんかわからないこととかあったら、この、お問い合わせっていうところに、連絡すればいいということになります。ということで、ちょっと戻りますけれども、で、商品ですね、商品券の受け取りまでの流れということですね。で、今、僕が例として一応やりましたけども、それは、これになります。郵送でもできるんですけど、ウェブの方が簡単だと思います。約3週間程度、お待ちいただくっていう感じ。待たないといけない、ようですね。で、申請から約3週間程度経ったら、その商品券を、受け取って、先ほどね、希望したスーパー、ありますよね。そのスーパーで利用するっていうの流れになります。注意事項をね、いろいろ米印で書いてありますけども、申し込みから1ヶ月経過しても商品券が届かない場合は、下記、事務局までご連絡くださいということが書かれていますので、他いろいろ書かれてますけど、要するに3週間程度で、商品券が受け取れるんですけども、1ヶ月以上ね、経ってもなかなか来ないなとかっていう時は連絡くださいっていうことだそうです。もしかしたら、その申請書類というかね、申請フォームに、なんかその不備がある可能性があるのかもしれないっていうことだと思います。で、下記の事務局までということなんですけども、このお問い合わせのね、この富山県ひとり親家庭支援事業事務局っていうね、このお問い合わせ先に問い合わせるということだと思います。ということで、約3週間程度ということなんで、早めにね、なんか早もん勝ちとかそういうことではないんですけども、3週間もっていうかね、なんか結構待つ感じになんとなくあるので、ちょっと早めに、もしね、もしこの動画を、そのシングルマザーの方とかね、シングルファーザーの方、要は一人親の方が、もしご覧になっていたら、この動画終わってからね、終わってから、すぐにでもね、申請されるといいのかなと思います。なるべく早めに申請した方が早く届くしね、だと思います。ということで、
いろいろ、ちょっと説明が下手くそで、ちょっと大変申し訳なかったですけども、今回、富山県の一人親家庭支援事業ということで、その申請に関する説明ですね、などいろいろ説明しましたけども、今回のこの特設ウェブサイトのアドレスは動画説明欄の方にありますので、ご覧いただければと思います。以上です。富山の堀講堂でした。ありがとうございました。